皆さんこんばんは、坂井有美でございます。本日は、出雲大社松祭り、そして大阪神殿の盆踊り大会にお招きいただきましてありがとうございます。これから河内音頭、そしてまた甲州音頭織り交ぜて、歌っていきたいと思いますので、一つ踊り子さん、そしてまたご見物の皆さん、最後までご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。はい、それでは出雲大社にお越しの皆さん、出雲大社の皆さん、こんばんは。坂井有美若と申します。河内音頭の一斉から始めたいと思います。踊り子さん、一つよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。はい、
そうかて、おっさん。そんな刺してやったらな、わいやったら飛車角のうても勝てる。なんやと。いや、そう、いや、私には実力は田舎初段と持ち上げられ、今日はお寺の本蔵で、明日は長屋の軒先当初扇将棋に花が咲く。薄い草履に体のせいよ、ほいほい、はい、やってきたのが土井川の橋を渡れば色の町、地盛りぐるわは一力じゃやで、もうこの境の町でな、おばはんにかなわいでおらんで、うえ、ここらでいっぺん大阪へ出てみたら、大阪は広いで、大阪行ったらな、そら強い将棋指し行さんおるちゅう話やで。さんな、なじみの新基地に言われたことが縁となり、開けて二十歳の三基地がよ、ほいほい、はい、山と川から住吉大阪天王寺、将棋大将で腕上げる、一年経たないそのうちに堺生まれの三吉と言えば知らないものないほどに強い強いと評判となる。の町山の内は将棋の会場、朝も早から朝も早から人の声、庭のスズメでないけれど三遍強いと騒ぎ出す、当の三吉見るなれば私はおしどりミミズクで、よいよ。
や飛び散る火花終局近づき慌て出すじりじりじっと追い詰められて痛いに滲む頭の汗赤怖いこのままやったらこの男に負けてまうがなどないしようどないしたらいいやI'm not afraid to die.
81の目の将棋盤のその上に地平道高さで置くもんかと心に聞かして心に聞かしてしようが頑張ってくれますんでよろしくお願い申し上げます。